こんばんは、元気バイ福岡です。まあ、私たちの時代からしますと家庭教師というですね、まあ、お仕事も、まあ、インターネット抜きでは考えられない時代に入ったようです。今日は、家庭教師のですね、派遣会社を経営していらっしゃいます、日本学術講師会の中村真嗣社長にお出ましいただきました。よろしくお願いいたします。どうよろしくお願いします。中村さん、家庭教師って言いますとね、はい、まあ、私どもも教育ね受けた覚えあるんですけどね、はい、今塾ということが中心になっていて、はい、家庭教師っていうのは、まあ、ちょっと少しこう存在が霞んでた時期があったと思うんですけど、どうなんでしょう。はい、確かにですね、もう20年前はそうやったかもしれませんが、この十何年ぐらいの実は家庭教師の授業って結構伸びているんですよね。はい、やはりどうしても塾では、なかなか聞きにくいとか、もうちょっと教えてほしいけどやりにくい、いっぱいあると思うんですけど、やはり家庭教師さんっていうのは来てくれるんで、子どもたちが弱いところとか聞きたいところすごくやりやすいというのはありますね。それでやはり今少し治安がやっぱし危なくなってきてますので、はい、やはりやっぱ送り迎えも親御さん大変なんで、塾の場合ね、はい、そしたらもう家に来てほしいというのがやっぱ増えてきましたね。うん、まあ、意外にその私たちが想像している以上に家庭教師の需要というのが増えているというね、はい、お話を伺いましたけれども、それには、まあ、犯罪が、ね、多発しているとかいう背景、そしてやっぱり何よりもその指導がきめ細かというところ。そうなんですよね、はい、やはり一人一人に合った指導では必ずあると思うんですよね。だから例えばこの子は数学弱いなら数学を近いればいいことだし、それじゃなかなか集団授業ではやっぱ難しい面はありますよね。はい、今福岡地区を中心にしてどれくらいの家庭教師 の、ま、登録があるんでしょう。はい、先生自体も4000名超えてますので。4000人、はいはい、どうしてもですね、やはり私たちは本人に合った先生をつけてあげたいんですよね。だから例えば北九州で申し込みがあった北九州のただ勉強を教えるだけじゃないんですよね。性格的なものがあります。まあ、いいお兄さんであってほしい、お姉さんであってもしくはスポーツの好きな方がいいとか優しい、いろいろあると思う。だからそのためにはたくさんの先生を持っておかないと、子どもにやっぱ選んであげたいんですよね。はい、子どもにこの子に合うんじゃないかというのがありますのでですね、まあ、教育現場の様変わりといいますかね、私どもちょっと不勉強だったんですけども、はい、やっぱりその塾そのものも非常に、まあ、集団の運営みたいな形で、はい、まあ、ついていけない子もいるし、はい、スピードがどん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 上がってるっていう現状の中でね、はい、やはり見直されてるんでしょうね。そうですよね。だから正直にですね、まあ、成績のいい子、まあ、うち正直預かってますけど、いい子っていうのはやはり塾でもいいと思うんですよ。競争心持ってどんどんやれるから。でもちょっと学校でついていきにくいとか、ちょっと復習からやり直したいとか、そういうような子どもたちにはやはり私家庭教師がいいんじゃないかなと思いますね。意外にね、やっぱり家庭教師というのはヒューマンタッチと言いますかね、やっぱ先生との触れ合いの中で、まあ、人間形成も含めて大きな影響力がやっぱりあるっていうことの見直しじゃないでしょうかね。そうですよね。やはり今特に少子化になってますし、兄弟が少ない、はい、だからある意味ではいいお兄さんがあり、お姉さんがありもなってくれるしですね、はい、だからよく私ももう20何年やってますけど、子どもたちからやっぱあんな先生になりたいと、先生が例えば法学部の方やったら自分も法学部の学校行ってみたい、勉強したいというね、そういうような方もすごく聞くしですね、動機づけになっていくっていうね、男の子たちもやはり法学部行ってたら自分もちょっと理系の勉強したい、はい、いや、そういうのはやっぱすごく嬉しいことじゃないかなと思うんですよね。コマーシャルを挟んで引き続き、まあ、ボランティア活動にも大変熱心な日本学術講師会ということで、その辺伺いたいと思います。
まあ、家庭教師のですね、まあ、派遣業といいますかね、日本学術講師会の中村代表にお話を伺っておりますけれども、中村さんご自身やはりボランティア精神旺盛というか、で、はい、子どもたちを巻き込んでいろんなボランティアを今までなさってきたということですね。そうですね、やはり第一には当時島原の普賢岳ですね、はい、もうちょうど今20年になりました、はい、そうですね、あの時やはりたまたまテレビ見てたらやっぱお母様が、自分の子どもの夏休みの過ごしが心配だと、ならうち家庭教師やってるから行こうよと、勉強教えに行こうということで、夏休み延べ160人派遣させていただきました。はい、島原の子どもたちのためにね、はいはい、あの時はですね、はい、学校もないし家もないし机ももちろん何もない中で、船の中、お寺さん、公民館で教えさせていただきましたね。次の年はまた普賢岳が危なかったので、雲仙の旅館を借り切って、そこに島原の子どもたち呼んで、そして先生を泊まりがけで指導させていただきました。ね、はい、今東北の大震災でね、やはり、まあ、教育もこう受けられないままならない子どもたちもいると思うんですね、はい、やはり、まあ、そこに対しても支援の今輪を広げてらっしゃる。そうですね、はい、今全国でやはりノート、鉛筆、文房具をですね、集めさせていただいています、はい、でやはり義援金というのは日本からもう世界からいっぱい来てますけど、やはり私たちは教育なんで、子どもたちにとってどうしてもノート鉛筆必要と思うんですよね、はい、だからできるものならということで、今全国で声かけさせていただいて、うん、集めさせていただいて直接持っていかせていただこうと思いますね。はい、まあ、フィリピンから今日はですね、お帰りになったばっかりということで、その支援の輪っていうのは外国にも向けられてるんですね。そうです、はい、去年もゴミ山の子どもたちと言っていいのかな、はい、ノート、鉛筆、あと縄跳びとかですね、クレヨンとかを100キロ持っていかせていただきました、はい、であとこの前は新萌岳の方では、まあ、インターネット今事業やってますけど、それを無料で開放させていただいてます。まあ、ヒューマンタッチのその家庭教師ということをですね、まあ、インターネットを通じて、まあ、受けられない子どもたちのためにですね、はい、その学習の輪を広げようとしてらっしゃる。やっぱインターネット抜きにはこれから家庭教師の派遣に関してももう語れないという、必ず必要になってくるんじゃないかなと、はい、まあ、当たり前になってくると思います、はい、やはり自宅で勉強できる、やはり皆さん部活やったりいろいろ忙しいと思うんですよね。その中で部活が終わって家で勉強できる、もしくは自分はちょっと戻ってあげたいとか、やりたいとか、もしくはちょっと先をやってみたい、これはネットじゃないと難しいんじゃないかなと思いますね。家庭教師がなかなか派遣できない区域とかですね、フォローできないところ、まあ、そこをやっぱりインターネットで補うっていうところもあるんでしょうか。すごくそれ大事ですよね、はい、やはり子どもたちにとってどうしても勉強をもうちょっとしたい、でも時空がない、正直言って家庭教師先生もいない、でも子どもたちやりたいんですよね。そのためにはインターネットってすごくいいと思うんですよね。さらにどうしても今の教育っていうのはお金かかるんですよね。だからそれも辛いし、でもインターネットだったらお金かけなくて子どもたちがやりたいときに弱い教科を何でもできるっていうのはすごいいいメリットじゃないかなと思いますね、はい、日本学術講師会のですね、ウェブサイトのお知らせを今しておりますけれども、ちょっと叩いてみていただきますと、家庭教師ということからいかに学習の幅、教育の幅、はい、そしてボランティアへてですね、世界へ広がっていってるかっていうのが、まあ見ていただけると思います、はい、まあ、中村さん、これからも子どもたちの教育を通して社会貢献と、はい、そうですね、やっぱり子供が好きなんでですね、頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。